それでは第1回曲がり待つラジコン戦車道決勝戦スタートです。全然見えない。本当ですね。ぜひ僕にはチャーチルがまた、チャーチル5点走行不能です。チャーチル不毛だ。一旦ストップしていただいてよろしいですか。ただいまの戦況は、チャーチルが走行不能ということで、その他ちょっと今アクシデントで風船が取れたり針が取れたりしておりますので少々お待ちください。嬉しいの。せやな。テープとか。全てやらせちゃうというね、この曲がり待つクオリティをお許しいただきます。あの人は星野ってことか。さしずめ直してる相手はあれは星野ってことか。試合中に空中でね、直すの一生懸命。お、よろしいですかね。じゃあ試合再開です。再開。お。またストップしてる。フェアプレイだった。なんと白のティーガーが、バッテリーに入れております。残り4台です。残念だった。残り4台で試合再開です。はい。少しだな、魚よ。でかいからな。あ、牽制してる、牽制してる。力技で、高騰が高い。ありがとう。蝶の教官が落車したか。まあ、ドンとしてパーンってやってきたからな、あれは。あ、なんで
場外へと押し出されてしまいました。強い。それは2台です。ロカ落ちてからの方が強くない？強いね。デカマンが強いな、あれは。ただ、あれ、刺せるのか？刺せないですよね。お、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 お。あると思う。あ、うまい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 。うまい、うまい、うまい。でも、お、うまい、うまい。フラッシュかかるかな。ストップ。ザーッ、最初の試合再開です。危ない、ちょっとバッテリーが怪しくなっちゃいましたかね。お、人柄をしてます。おお、熱い戦いが熱い、熱い、熱い。ガリガリガリ。もう相撲のような押し合いですよ。雑戦車の方も3回目。ちょっと雑戦車の多いな。というかもう相撲戦だからいらないんじゃね。そうだな。もう試合だけです。乗られたんだよ。